中島孝治中島孝治は、日本の実業家、元サッカー選手。大阪府堺市南区赤坂大出身。仙台育英学園高等学校卒業。株式会社ベアフット代表取締役。実刑の影響で、小学5年生から地元赤坂大、JSC でサッカーを始め、赤坂大中学時代は一学年下の岡山、一世らとプレーした。高校時代は、 仙台育英高校へ越境入学、高校3年時に東北代表として高窓の宮杯出場。1996年、当時 JFL のブランメル仙台に入団。同期に千葉直樹などがいる。チームは1999年から始まった J2 に加盟。中島は背番号10番を背負った時期もあったが、その後出場機会が激減。 2002年限りで戦力外通告を受けた。J リーグ合同トライアウトを経て、2003年からジェフユナイテッド市原へ完全移籍した。イビチャオシム監督に評価され、本職はボランチのタリベロなどユーティリティープレイヤーとして起用され、中盤やイリアンスとヤノフのバックアッパーとして多くの出場機会を得た。2005年及び2006年のナビスコカップ連覇に貢献する。 2008年途中にアレックス・ミラーが新監督に就任すると出場機会が激減、同年オフに戦力外通告を受ける。リベロ及び中盤ができる器用さを評価され、2009年よりサンフレッチ広島へ完全一席。再びチームメイトとなったストヤノフのブルガリア代表召集による欠場とけが及び森崎、和幸の長期離脱に伴いレギュラーに定着。 チームに負傷者が続出する中でチームを支え続けた中島をミハイロ・ペトロビッチ監督はゴールドマンと評した。2010年にはキャリア最多となるリーグ30試合出場、翌2010年 AFC チャンピオンズリーグ2010も含めた過密日程の中でも試合出場を重ねチームを支えた。森安はじめ監督以降は貴重なバックアッパーとして2012.2013年の J リーグ連覇に貢献2013年限りで現役を引退。連覇を決めた最終節の鹿島アントラーズ戦では後半48分に途中出場し引退に花を添えた。2014年イベントプランナーの奥大地と共に広島にてスポーツ関連のイベントプロデュースを手掛けるベアフットを設立し代表に就任。現役時代からの東北一玉を持つ J 選手の会での活動も続けるほか、自身も広島を拠点にサッカー解説などの仕事をこなしている。その他の国際公式戦、ありがとうございます。